今日は愛についてお話しさせていただきます。そもそもって愛っていうのはね、よく愛してるよとか愛簡単にね、皆さん口になさいますけどもね、じゃあ愛ってね、どんなものだということをね、それを分析してらっしゃる方はあまり少ないようなんですね。で、恋愛って言いますでしょ。だからなぜね、恋が先でね、愛が後で、昔から私不思議だったんですね。今年でね、とうとう20歳になりましたけれどね、この20歳の人生でね、ずっと分析して経験して、やっと分かったんですね。やっぱりね、恋が自分本位で、愛は相手本位。で、それで恋愛って言うんだ。恋っていうのは自分本位、自分の欲望、つまり性欲とかね、あの人に抱かれたいとか、離れたくないとか、私だけのものにしていたり、一日中くっついていたい。で、そして待ち合わせなんかしててね、とにかくちょっとでも遅れると、まあ誰か他の人と浮気してんじゃないかしらとかね、目でね、私を待たせるなんて失礼ねって言うと、もう来たら怒鳴りつけてやるって、ひっぱたいてやるとか、とにかく待たされてる自分の方が大事で、相手のことを考えない。プライドや何か、そっちの方が大事。で、怒りになる。だけど、これがね、恋から始まって愛まで行きますとね、待たされてる自分よりも相手のことが気になって、あれ、仕事や何かでね、来られないのに無理させて来させたんじゃないかしら。悪いことしちゃう。だったら来なくてもよかったのに。相手のことばっかり気遣って、で、随分待ったって。今来たばかりだからいいのよ。待てないのって言って嘘をついて、で、買い物に出かける。で、そして恋の時には、ああ、これ来たらね、あの人に可愛いって言われるな、綺麗だって言われるな。ところが愛に入ると、自分のものを買いに行ったはずなのに、相手に似合いそうなものとか、相手に買ってあげたいなとかね、そっちの方ばっかり目が行って、で、自分のものを買わないで予算的に相手のものだけ買って帰っちゃうとか。つまり相手本位に地球が回ってるって。それが愛なんですね。で、その自分本位になったり、相手本位になったり、揺れ動いてる最中が恋愛中。ということですよね。そこら辺でね、自分が愛してるのか恋してるのか、ということをね、当てはめてお考えになるとね、自分がどっち側の人間かお分かりになると思いますね。で、それでは、その愛の歌のね、世界最高に愛を表現した歌がね、エディト・ピアフの作詞で、マルグリット・モノーの作曲、愛の賛歌ですね。さてさて、今日は霊人についてお話しいたします。霊人、冷たい人と書くんではございませんよ。麗しい人と書いて霊人でございます。でも麗しい人、そんな人はどんな人でしょうね。今はね、女性だけでなくて男性も美容に気を使う時代でございますけれどもね、これはね、ちょっとどうかと思いますね。ぐちゃぐちゃでね、寝起きのような頭が男女とも流行ってたりね、もう初対やつれしてね、生活に疲れてね、とにかくヒステリーになってね、もうどうでもいいわよっていうふうに、恐ろしい感じの形相が似合うような、そういうヘアスタイルでしょ。あれはやめた方がいいですね。でも美しい人というのと、また綺麗な人と、麗しい人っていうのは段階に分かれてますけどね。綺麗な人っていうのはね、そこそこに見かけが綺麗な人ですよね。それで美しい人っていうのは、それにこの雰囲気を、つまり上品な雰囲気、何かこう優しさを持ってる、そういう人が美しい人なんですね。で、美しい人の上にあるのは麗しい人で、これも霊人っていうのは、知識教養すべてに恵まれてて、人格的にも立派で、で、もう顔形はもう申し分がない人。で、趣味も良くてね、非の打ちどころがない。で、それでちっとも威張ったところがなくてね、優しさの塊みたいに謙虚な人。
理想的な人間像ですよね。そういう女性を霊人と言うんですね。で、美しいって、あっって人をね、振り向かせるようなね、ある世俗的でない上品さみたいなものが、ふっとこう身についてる人。うん。で、気軽にね、おい、お前よっていうふうに言えない感じの人。で、これが美しい人ですね。で、その上にあるのが麗しい人。これはもう天上界に近いような人でしょうね。まあ、美しい人というのもね、そう、女優さんで言うと、小雪さんなんかもそうですよね。美しい人。あと、檀れいさんなんかも美しい人ですよね。で、男優さんで言うと、そうで、斎藤匠くんとかね、福士蒼汰くんだとか、あと、その野村周平くんだとかね。まあ、いっぱい竹野内豊さんあたりからね、そういう人たちがゾロゾロゾロと出てきて、ここのところ、そういう人がものすごく増えてますね。で、女優さんなんかもでもね、荒垣楽器って言われて、荒垣結衣さん、で、石原さとみさんもね、ちょっと前ですけども、ね、出てきましたでしょ。うん、で、その、スポーツでは高梨沙羅さんなんかもね、まあ、そっちの方で可愛いしね、で、上品でしょ、うん。で、そういう人がいっぱい出てきましたね、優秀なね。で、女優さんも俳優さんもいっぱい出てきて、楽しみになってきましたね。で、とにかく、エロでね、唇を濡らして、口を開けてね、アヘアヘなんて言ってるようなね、おっぱい丸出しに谷間を見せてればいいみたいな。まあそういう人もいても男性のためにはいいんだけども、そればかりじゃね、ちょっと大和なでしこが泣きますわね。色気とエロとは違う。色気というのは木ですからね。木というのはそこはかとなく漂うものですから、空気と同じ。その洋服をね、トエハタエを厳重に、ね、着てても漂うものです。後ろ姿でもそれは出てくる。これが色気。で、洋服を着たらね、なくなるもの。これがエロですね。で、これは、どちらをね、好みは、それは人好き好きですけどもね。まあ、何を着ても似合わない人というのはいないんですよ。ですから、それなりにね、どのジャンルに、カテゴリーに入るか自分で研究なすって、それでその中の権威になればよろしいかと思いますね。